ちなみに今シーズン最初の対戦は5月の15日第14戦仙台のホームゲーム0対1福岡が平岡、そして少し下がって上原です。ここにクルークス行って奪った、いいディフェンスになった。さあクルークス、これチャンスになるか。ジョーゴが近くに寄っていく、クルークス、クルークスはそのままフィニッシュに行きました。シズ和光、いいインターセプトになった。そのまま上がる和光、和光、そしてジョーゴーとソビーク、ただクルークス、まあ、ここにうまく流したなって感じしますよね。そしてジョーゴはソビーク、前半からセットプレーはしっかり取れているんですが、さあ上原からのボール、ヘディングと村上、いや平岡素晴らしいですね。関口、おー富樫に出た。さあ仙台チャンスになるか、富樫、富樫、あー外してしまった。富樫決定機でしたが、上原からのボール、ヘディング、小松流れて押し込んだ。仙台が追いつきました。最後木田が押し込んでいきました。1対1、ファーサイドで木田がねじ込みました。仙台1対1です。もう一度ご覧いただきます。まあ、福岡が少しゾーンでやっているので、まあ、この辺こうまいところ上げられたなって感じしますし、うん、まあ、ここ2枚しっかり詰めてますからね、まあ、これは多分狙い通りだと思いますよね。カルドーゾ、そして木田、まあ、体ごといきましたね、うん、もう気持ちの入ったヘディングだったと思います。いやーからのボール流れて木田、またしてもファーで待っていた木田が決めて仙台逆転。木田で連発、1対2。またしても福岡からすると同じような形でやられてしまったという仙台逆転です。サイドのところうまく詰めたと思いますし、まあ、1点目と同じようにここで触った後、ここもカルドーズですよね、はい、触って、はいはい、まあ、ファーサイドのところで、まあ、バウンドさせるようなところ、まあ、村上からすると多分ブラインドになって見えてなかったと思いますし、まあ、ニアのところ打ち抜くだけのこうボレーシュートのうまさも含めて、やっぱ1点目ってのが大きな布石になっているこの2点目だなと思いますよね。加藤、加藤からまだまだ加藤失わない、加藤千尋まだ失わない、そしてここでカルドーゾを狙うか、カルドーゾ巻いてというイメージでカルドーゾ、シンプルにカウンター2人で完結させましたし、